そう、みんな聞いてくれ。僕はルカリオが好きで対戦でも使いたいんですよ。ただこいつは対戦の最前線で生きていけるだけのスペックがあるかって言ったら厳しいんよ。で、今の環境で最前線で戦ってるポケモンといえばこのラプラスで、俺はそこで気づいた。どうやったらルカリオを活躍させてあげれるのか。その答えはこうだ。これが俺の考えた最強のルカリオだ。よし、前回の動画と一緒のパーティーですね。やっていこうと思います。キノピさんよろしくお願いします。ちょ、先に、ちょ、聞いてほしいことがあるんだけど、ちょ、めちゃくちゃ萎えたことがあって、まあ、見てる人たちにあんま伝わらないと思うんだけど、まあ、動画を収録してたわけよ。で、まあ、その動画を、まあ、全部撮り終わった後に確認してみたら、音声がさ、入ってなかったわけよ。だから、まあ、その動画はもう動画として公開できないことが決定したわけなんですけど、YouTuber とか動画投稿者の、まあ、動画撮った後にその動画が投稿できないって、ことに気づいた時の苗マジでやばいからね。まあ、言ったら、まあ、僕たちってその自分で、まあ、0から1までほとんど自分で仕事してるわけなんだけど、まあ、あんまり、まあ、言ったら0から1まで自分でやってたら失敗することってないわけよ。まあ、それは発言とかで失敗することはあったとしても、なんだろう、その業務的になんか失敗するみたいな感覚はあんまなくて、ただその数少ない、そういう数少ない失敗の一つが、その動画が音声が取れてないなどの機材ミスによる動画のボツと。で、選出してくんですけど、相手がリザードンから入ってこないんだったらアップ竜刺さるんで、初手アップ竜で、リザに強く出れる直帰ヒートロトム、この2枚だとミミッキューがちょっと鬱陶しいんで、まあ、最低限ごまかしにいけそうなカバルドン、これでいこうと思います。相手視点から見ると多分初手ヒートロトムが鬱陶しいと思うんですよね。僕の相手の選出予想は、まあ、初手リザは絶対ない、ヒートロトムが絶対鬱陶しいから、でカットロトムも多分ないから、まあ、予想は、カバリザー。まあ、ただ、リザー出さないとアップリューだるそうだったから、リザー絶対入ってくる。カバリザー。あと一体、ミミッケか。まあ、ミミニーフカビゴンどれもあるか。どれもクッションになりやすいしね。じゃないかなと思ってるけど。で、これは、ま、初手カバ読みで合わせてたんで、ちょ、出し勝ちで。で、その、ボツにした動画の内容が、結構面白かったんですよね。マジで萎えたわ。失ってから気づくと。その、大切さをね。で、相手これ、まあ、普通に考えると、まあ、受けに来るとしたら、炎飛行タイプのリザードン。草技読みで炎飛行タイプのリザードン投げてくるが考えられるけど、相手はカバルドンの耐久を過信してる人だったら、突っ込んでくる可能性があるから、リザ読むんだったらもうダイジェット打ちたいんだよな。ただ、ダイジェットってカバに突っ張られてあくびとか入れられるとクソめんどくさいから、一旦素直に G の力打つか。あ、オッケーオッケーオッケー、引っ込めてくる。これリザードンでしょ。いや、まあこれだったらいいや。一番最悪なのが、相手のカバルドンが突っ張ってきてて、まあ、それに対してアップ竜の G の力を外すみたいな。それが一番めんどくさかったけど、当てる。で、これ G の力ね。あ、結構入るな。4分の1にしたらダメージ入る。で、これちょっといい性能があって、そう。あれなんですよ。相手の防御力を1段階下げる。で、こっちの命の玉が見えた。相手からしたら、これ、不意打ちが絶対怖いはずなんだよね。で、不意打ちをケアするんだったら、まあ、ここリザダイマックスさせないと、不意打ちでリザードンが飛ばされる可能性あるから、まあ、おそらくダイマックス切ってくるんですよね。相手のダイマックスを強要できるのが結構強いと。まあ、それっぽく喋ってるけど、マップリュー使って、これ動画収録3戦目だから、こいつに対してそんな知識があるわけじゃないけど。まあ、2パターンだな。リザダイマックスさせて突っ込んでくるか、不意打ち読みで、なんか違うポケモンに引き換えてくるかの、まあ、どれかなんだけど、その、ボツにした動画の、まあ、内容面白かったって言ってるんだけど、その、全部、負け試合やったよ。その、収録した対戦内容が、僕の負けね。で、まあ、負けたんだけど、全部おもろかったから、そのまま投稿しようと思ったんだけど、それを投稿できないことになったから、めちゃくちゃ萎えてる。なんで萎えてるかっていうと、最近マジで勝ち試合動画しか上げてなかったから、最近の中で唯一それが、動画収録の中でも全部負けたんだよ。あ、これはちょうどいいみたいな。その、勝ち試合しか上げてない、ということに対してのヘイトが溜まってる視聴者に対しての中和剤になるみたいな感じで、ウッキウキで、動画投稿しようとしたらなくなってたから、そういう意味でも、精神的には来てる。で、相手のリザードンダイマックスしてくる。まあ、ここまでは、読めてるんですよ。で、こいつ直帰だから、あー、これきついかな。てか、相手あれなんだ。ダイバーンから入ってくるんだ。ダイジェットから入ってくるかなと思ったけど。
大バーン、これで3パワー発動してるから、これゴリ押されるかな、大バーン大バーンで。いや、なんかゴリ押されそうだな。いや、でもあのロトムにダイマックス切るの弱いから、あ、強っ、ゴリ押された。そう、ロトムにダイマ切るの弱いから、落とせ、まひれ、まひれ、まひれ。まあ、最悪。うわ、ここ3パワーで11取れるぐらいまで削ってくれてたらかっこよかったけど、やっぱ放電だとパワー不足が目立ちますね。これ10万だったらいけてたから、やっぱ一長一短みたいな感じだな。まあ、今回は運勝ちしたいんで放電にしてるんだけど、あと、その動画がボツになって精神的に来る別の理由がもう一個あって、まあ、言ったらそのゲーム実況動画を投稿してるやつって頭おかしいわけよ。まあ、今でこそ、割と世間で認められつつはあるけど、まあ、言ったらパソコンの前で、ね、冷静に考えてみてほしいけど、パソコンの前で、一人でゲームしながらパソコンの前でベラベラ喋ってるだけだからね。どう考えても頭おかしいやつじゃん。外撮影してる YouTuber とか、人とコミュニケーション取りながら動画撮ってる YouTuber とは、そもそも違うわけよ。あれが、本質がね。ここは、ダイオールでいいよな、これ。ね、本当は不意打ちでリサ縛れるんだけど、不意打ち、アップリを特性張り切りでクソ外しがあるんで、不意打ちをリザードに外した時の苗が、おそらくやばいんで、ここ、ダイマッシュダイオール。ただ、この選択のミスは、相手、多分これ不意打ちも警戒してきてると思うんだよね。不意打ち警戒で、相手が交代してきたら、このダイオールがマジ完全に腐るから、めっちゃ無駄な一旦になるんだけど、相手リザ切ってくると思うんだよな。カバでもっかい砂巻いたら、リザードンが砂ダメで落ちるんですよ。まあ、だから、相手多分、ここは、張り切り不意打ちかわす前提の、リザの、なんか炎技とかで、切ってくると思うから、オッケーオッケーオッケー、ダイオール通ると思ったけど、まあ、ここまではオッケーで、そう、で、まあ、本質から変なやつが多いんだけど、ゲーム実況者って。一人でベラベラゲームやってる姿を、そう、それだけやってたら完全におかしいやつなんだけど、それを動画とか生放送という形で、まあ、視聴者の人たち、多くの人たちに見せることによって、普通みたいな。中和してるわけよ、その変質者感具合を。ただ、その見せるっていう過程をもう全部失ったわけですよ、僕は動画をボツにしたせいで、ね、だからただ一人でベラベラ喋りながらゲームやってたただの変態になっちゃったから、あ、ちょ精神的中和ができなくて、中和っていう単語めっちゃ使いますね。別にハマってるとかいうわけじゃなくて、なんかたまたま今日一日この日だけ中和っていうワードにハマってる。でこれは多分じゃれ耐えると思うんだよな。あのアップリは防御種族値が言うてそんなないか、いや、防御はちょいあるのか。耐えると思うんで、大ジェットでいいや。ダイマックスアップリオに対して、ミミッキの玉じゃれが、確かね、陽気だったら玉じゃれプラス影は耐えるぐらいの耐久が、まあ、ダイマックスアップリオにはあるんですよ。で、おそらく、玉ダメと砂ダメで、このアップリオちょっと HP 削れてるけど、まあ、じゃれぐらいは耐えると思う。影が耐える HP が残るかっつったら、まあ、ちょっと怪しいけど、ここ相手がワンチャン博打で剣の前とかしてくる可能性あるんで、ミミッキの化けの皮を剥ぐことは最優先事項だから、しっかり大ジェットで突っ張って、研磨してきてくんないからな。相手のミミッキが研磨してきてくれたら、めちゃくちゃイージーゲーミング部なんだけど。化けの皮が剥げる。まあ、今はそうでもないのかな。なんか昔はさ、やっぱその、まあ、今でこそその YouTube で稼ぐとかさ、あ、トリルか。珍しい。そういう考えが一般的になってきたから、まあ、家でさ、自分の子供が、まあ、小学生とかだったらさすがに危ない気がするけど、僕はまだね。まあ、高校生とかのさ、子供がさ、部屋でベラベラ喋りながらゲームやってる姿見ても、特に何の違和感も感じないのかな。昔はさ、僕がその、まあ、まだ高校生だった時ですね。まあ、7、8年ぐらい前の時は、親フラっていう単語があったんですよ。まあ、高校生とかは、実家住みの方が多いじゃないですか。親フラっていう単語があったから、やっぱその家で、ゲームするってことは家庭からもあんま喋りながらね、こういう感じでゲームするってことは家庭からもあんまよく思われてなかったわけよ。だから、まあ、そういう親フラ、家族に見られることに対する羞恥心があるからそういう言葉が出てきたわけなんだけど、これはちょっとうまいこと立ち回ってかなきゃいけないですね。トリル貼られちゃったんで、ダイジェットアップ流が相手のミミッキよりトリルかだと、高校で動いてしまうことになるんですよね。で、おそらく、トリルミミッキって、まあ、命の弾持ってる可能性もあって、じゃれつくも持ってて、性格が意地っ張りの可能性が高いんですよ。まあ、意地っ張りだと、陽気よりパワーが出るんで、
矢の HP のアプリをジャレで一撃で飛ばされる可能性があったんですよね。で、僕はアプリを失っちゃうと相手のカバルドンを処理できなくなるわけなんですよ。だからアプリを切るわけにはいかなくて、トリル貼られた後に一旦カバルドンに下げました。で、まあ、相手もミミッキを取っとかないとアプリで積むのは分かってるんで、ここ相手もミミッキからカバルドンに引いてきたっていう的確な解説を入れていき、ただまあ、こっちのカバルドンが先に相手のカバルドンにあくびを入れれてるから、こっちの方が有利っすね。で、ステロも負けたんで、相手のカバルドン眠る。で、眠ってるカバルドンをアップリューの G の力で倒しに行きたい。ただ、まあ、相手視点から見ても、ここ僕がアップリューを出すことは、まあ、読みに来れる対面だから、もしかするとミミッキを合わせてくる可能性あるんですけど、まあ、おそらくサイクルで負けることは、まあ、多分ないと思う。相手すげえ釣り交換してこないと多分勝てないと思うんだけど、相手のミミッキュがトリル型だったんですよ。で、トリル型のミミッキュって剣の舞を持ってるケースが少なくて、まあ、相手のミミッキュに剣の舞があった場合、まあ、こっちのカバルドンをいい感じに削られて、要所要所でミミッキュに剣の舞を決められたら、一気に抜かれる可能性はあるんだけど、剣舞がないミミッキュだったら、おそらくカバルドンを崩しに来れないから、まあ、いけると思うけどな。これどっちの方が早いんだろうな。トリルミミッキだったんで素早さ振ってないと思うから、あ、いや相手のミミッキの方が早い。あ、違う、これあれか、トリックルーム中だから相手のミミッキの方が今の状態だと早いのか。で、ここでトリルが戻るから、ってことは相手のミミッキよりこっちのアップリューが、早いわけですよ。ただまあ、これ G の力当てたら相手のミミッキワンパンだから倒せるんだけど、外して返しでじゃれつくもらったら負けるから、まだ慎重にいく。そうまだね、マジで、張り切りの悪いとこ出てる。じゃあれ、あ、弾はでかい。これ弾はでかい。ミミッキを気合で、弾とステロダメで殺すわ。で、相手はミミッキを取っとかないと負けるんすよ。さっきも言ったみたいに、アップで。だから、引いてくると思うんだよな、ここカバルドンに。あくび読みカバルドンで、カバルドン出すことで、催眠ターンの消費もできるし、あくびとか地震受けもできる。あ、オッケーオッケー、読めてる。で、まあ、カバ読みで、吹き飛ばし打って、これステロ巻いてるのがめっちゃ効いてますね。で、相手のカバルドンが砂回ってくれるから、これで殺す。定数ダメだけで、ステルスロックダメージと、命の玉ダメージと、砂ダメージだけで、相手のミミッキを殺す。で、ここは読めてる。んで、でも一回、まあ、ミミッキ出てくる。いや、最近でもね、ドヤ顔で解説してるけど、あんまポケモン対戦やってなくて、シングルは、動画撮るとき以外はマジで起動してないっすね。ただダブルはなんかね、尋常じゃないぐらいやってて、動画にするわけでもなく、なんかめちゃくちゃ対戦してて、やっぱその、新鮮味があるってのは面白いですね。まあ、別に今のシングル対戦環境に新鮮味がないってわけではないけど、まだまだ、僕の知らないこととかはたくさんあるんですけど、吹き飛ばしを打っていく。で、この動画、この動画っていうか、この対戦結構長引いてるから、おそらく一戦しか載せないな。いや、代わりに、動画の前と、動画の前ですね。始まる前と冒頭と、この動画の後ろに、なんか茶番入れとくわ。とりあえず、うまいこと耳を削ってって、いやー、ステロダメもう一回耐えるか。でも言うてここまで詰めれたら、あ、呪いか。いや、ここまで詰めれたら勝ちだと思ってるんだけどな。呪いでミミッキュが退場してくる。あとは、相手からすればまだワンチャンあるのか。カバルドン、アップリューってポケモン自体が常に負け筋が付きまとうわけなんですよ。その命中100の技が、まあ、今僕が使ってるアップリューは命中100以上の技が一個もないから、まあ、常に負け筋が付きまとってるわけなんですよね。だから、カバカバミラーの打ち合いで、相手のカバルドンがこっちのカバルドン処理してきた際に、まだ負ける可能性があると。ただ言うても、相手のカバルドンおそらく自信ワンウェポンとかだと思うから、こっちのアプリを削り切るまでにめちゃくちゃターンがかかるから、すげえ運が悪くないと、ちょ負けないと思ってるんだけど。いや、この対戦はね、結構上手い具合に最初から初手のカバルドン読みから、まあ、その、リザードンケア、ミミッキュケアまで、しっかりやってね、対戦組み立てれてたから。いや、アップリューはなんか使ってたら、やっぱ張り切りモンスターはパワーがあるんで使ってたら楽しいっすね。G の力、おい、次外して、アップリューが眠るのが、一番最悪だから、もう一回カバルドン投げて、あくび入れて相手のカバルドンを寝か、寝かしに行って、
アップリューのやつも、アップリューの飛行技空を飛ぶにしてるんだけど、こいつツバメ返しとか覚えるんかな。ツバメ返しは命中100の技だから、まあ、あるとちょっと楽になるかもしれないな。ただそのダイマックス技にした時にツバメ返しと空を飛ぶだと多分ね、ダイジェットの威力が10か、まあ、20ぐらい多分変わるのかな、変わるから空を飛ぶにしてた気がするんだけど、てかそもそもツバメ返し覚えなかった可能性もある。あいつなんかめっちゃ晴れバタバタさせとるから、飛行タイプありがちに見えるけど、あいつタイプ草ドラゴンだからね。あんだけバタバタしといて飛行タイプないから見かけ倒しなんでね。あくび打って、いやさすがに勝ったと思うけどな、これはもう引く必要ないな。てか相手なんでカバルドンにあくびじゃなくて地震から入ってきたんだろう。相手視点からすれば地震急所とかでこっちのカバルドン倒してラス1アップリューに対して無理やりあくび入れて、まあ、引っかき回すぐらいしか勝ち目なかったんかな。地震カバルドンはオスとメスで、あの姿が違うポケモンなんですけど、メスがこの黒色でオスがなんか黄色っぽいカバルドンなんだけど、僕はメスのこの黒色カバちゃんの方がね好きですね。お盆でーす。もう大丈夫かこれ、カバーカやばい、ちょっと話すことない、カバーカバミラいや、ちょっと限界が、いやただただ諦めない、最後まで。いやこの対戦は諦めねえな相手、やっぱ張り切りの悪いとこ出たわこれ。うん、張り切りとかいう確定勝利ゲーじゃないから、相手が最後まで諦めてこないわ。いやでも 95% 以上の確率で勝てると思ってるんだけどな、こっちの方が。あ、オッケー。対戦ありがとうございました。先に相手の心が折れましたね。はい、ということで、ね、こいつと共に今シーズンの対戦環境を荒らしていこうと思う。行くぞルカリオ、うわー